肉肉うどんを取ってます。入ってみよう。ほろほろでね、甘くて美味しい。はいはーい、博多で生まれ博多で育ち博多在住博多のリーナ。皆さんこんにちは、リナジョーです。いつもたくさんのコメントやグッドボタンとありがとうございます。今日は福岡のグルメ紹介というところで、今回はね、福岡のうどん、肉肉うどんについてご案内とご紹介としていきたいと思います。はい、肉肉うどんに向かってます。肉肉うどんは知っていますか？博多名物肉肉うどんホームページには、今から40年以上前、北九州は小倉を発祥の地として一部の地域でしか食べられなかったうどんが博多で進化し広まりましたって書かれてる。見た目は福岡では馴染みのない黒いスープ、中央には生姜が乗っています。今までに見たことのないうどんですが、食べてみると意外と濃くなく、だしは風味よくあっさりとしており、生姜が効いて味を締めてますっていう風に書かれとっちゃけど、まあうどん屋さんさ、福岡めっちゃいっぱい置いたい。でもね、福肉うどんはね、特徴的やね。何が特徴的かっていうと甘い。生姜がめっちゃ効いとってめっちゃ甘いって感じ。今ね、向かってます。なんかね、それぞれね、うどん屋さんって言ってもね、かなりね、うどんの味が違う。なんかラーメンと同じ感じで、めっちゃテンポあるけどって感じで、今日も暑い中マスクでこうなります。こうなるけど行きます。出てこー、暑いです。じゃあ今ね、野間四つ角の信号でございます。今回はね、大橋店に向かいます。福岡本日も晴天です。福岡の街並みです。あ、あった、これだ。じゃじゃじゃん、発見いたしました、肉肉うどんです。ここでございます。元祖肉肉うどんに到着しました。今回は肉肉うどん大橋店にレッツゴー。到着。博多名物肉肉うどん取ってます。元祖肉肉うどん、入ってみよう。はい、メニューはこんな感じです。生姜の量とかも選べたりとか、あとなんとね、うどんとそばが両方とも食べれるっていうところもね、特徴なんです。あとはトッピングとかも追加できます。うどんそば、はい、ということで今回はやっぱりこのうどんとそば衝撃のコラボメニュー790円、これにいたしました。すいません、これを2つと生姜多めで。国内産黄色生姜、生姜は体にいいけんね、生姜は多めにしたっちゃ。デンジャーからしの番付表って書いてあるやつ。からし、何？辛いのが得意な人はいいみたい。一味？辛そう。あれ辛い。到着しました。これがうどんとそば、ちょっと見えにくいけど半分半分に一玉一玉入っとって、真ん中の厚は生姜、左のところはゴロゴロなお肉、甘いお肉がのっとってネギもたっぷり、そしてスープは黒糸。見える？うどん。これがね、肉肉うどんの人気メニュー、うどんとそば入り。結構っていうかね、かなりボリューミー。まあそりゃそうなんやけど、2玉分あるけんね。でも甘くて美味しいです。ごちそうさまでした。はい、肉肉うどん食べてきました。美味しかったです。ここはね、特徴としてはなんとそばとうどんが
り付けられて食べれるっていう嘘っていうメニューがあります。あとはね、中に入ったお肉がほろほろでね、甘くて美味しいところ。うどんは平べったくてちょっときしめんみたいな感じ、やわやわとかじゃ全然ない、コシがある感じ。福岡のうどん全部やわいわけじゃないって感じ。あとはね、なんとラーメン屋さんじゃないのにうどんなのに替え玉ができるというところも特徴です。とにかく生姜が結構効いとって甘生姜って感じ。甘生姜、甘いし生姜のピリッてしとうのと、あとね、あの辛いやつはかけすぎたら多分辛いけど、スプーン半分くらいしかかけとらんけど、そんな感じかな。ぜひ皆さん福岡に来たらうどん屋さんもいっぱいあるけど、この肉肉うどんも美味しいです。っていうか内容がね、いろいろ違いすぎて好みがあると思う。ラーメン屋さんみたいな感じで、ということでいかがだったでしょうか。このチャンネルではこれからも博多弁講座とか福岡のこととか発信していきたいと思ってますので、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。そしてこの動画がいいねって思ったらグッドボタンも押してくれると嬉しいです。それではみんな、またバイバーイ。りな嬢でした。福岡大好き、博多大好き、りな嬢好きならこっち来て。